ジョッキクルブ賞はフランスシャンティーのシャンティー競馬場の芝の2100メートルで行われる競馬の競争。フランスの競馬はイギリスかぶれのフランス貴族がイギリスで行われていたものをそのまま持ち込んで始まっており競馬用語の多くはそのまま英語が借用された。イギリスのジョッキークラブは日本語で言うと競馬界に相当し馬種の集まりとして成立してきた。これをまねて フランスで最初に組織された競馬会もジョッキークラブをイギリス風にジョッキークラブと発音していた。現代ではフランス社会で英語をフランス風に発音するようになってきており、ジョッキークラブをジョッキクラブのように発音するケースもある。このためプリージュジョッキークラブをカタカナ書きする際にはジョッキークラブ賞、ジョッキークラブ賞の両方の書き方が見られる。また、 イギリスのダービーになぞらえて、フランスダービーと呼ぶこともある。1836年に創設された。出走条件は3歳限定で、繁殖能力の選定のために行われるので、馬の出走はできない。同競争は、第一次世界大戦の影響で1916年から1918年は、四競馬場で、トロワ残賞の名で、1940年には、 第二次世界大戦の影響により11月に大行レースとしてオートゥイユ競馬場でシャンティ賞の名で芝2600メートルで1943年から1944年の2年間はルトランブレー競馬場の芝2300メートルで施行された。近年は同じ時期に開催されるイギリスのダービーに欧州諸国の有力馬が参戦してしまうため イギリスのダービーと差別化するために2005年から芝2100メートルに短縮された。ありがとうございます。